はい、こんにちは、海坊主です。今回もこの栄養テニスやっていきたいと思います。で、今回の相手はラルス・アンデルセンっていうのかなっていう人です。さあどうなるでしょう。一応ね、能力自体は俺の方が高いです。さあそれでは今日も行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ試合です。前回ね、アンフォースドエラーが15もあったんでね、目標はやっぱり10以内、現実的なところで言うと。で、非現実的なところで言うと5以内に収めたいと思います。5以内で収めたらね、多分ね、サクサクっと勝てるとは思うんですけど。さあ、それはどうでしょう。結構ね、そう、スピンを多用するような相手だとね、タイミングが取れないんで多分ミスが増えると思うんですよね。そう、さっきからね、ほらもうそう、ほんと、とりあえずタイミング赤で打ち返すとほぼほぼダメですね。ちょっとテンポを変えたい振り回されてます。ランキングじゃなくて能力的にね、下のやつにね、かなり振り回されております。エース、うう、じゃあちょっと安全に置きに行きましょう。これがやだ、ほら逆に難しいんだよなあれ、本当に。ほら本当、相手のミスショットほど難しいものはないですよ。テンポよく行きたいんでね、やっぱり。今のアウトなの？なんか雲行きが怪しくなってきました。よし、こいこい、やばいやばい、なんとか戻れた。ほんとジャストショットがない状態でずっとパカンパカンと軽く打ち返してまして、逆反応しちゃいましたね。147キロの球です。エース取られました。決して速くないんですよね、サーブが全部俺の自滅。ダメだな、やっぱリズム乗れねえと全然ダメですね。よし、ほんとね、自分でピンチを演出してますよね。そう、一発目深くいけるとね、簡単にこうやって点が取れますよね。とりあえずブレイクしときたい。これ、あー、ほんと、ここでイライラしたらダメなんですね。平常心。よし、これじゃまた試合が長くなっちゃうじゃないですかね。そう、3ゲーム1セットマッチしかやってないんですよ。よいしょ。そう、一方的にね、ストレートで終わるとね、多分2分ぐらいで終わります。よし、ブレイクしました。そう、今の見て分かる通り、相手ウィナーショットがないんですよ。全部俺のミス。まあエースはありますけどねほんとうふふって言っちゃいますよ。
やばいと思ったらもう終わりでしたね。サーブゲームはほんとキープしたいですね。よし、エースエース。ほんと厳しいな。ああいう球がほんと苦手。ああ、ダメですね。ここでイライラしたら平常心です。平常心。よいしょー。よいしょー。ほんと自滅ですね。ワールドクラス大変。何が大変？そう、相手がね、もうちょっと賢くなってきてる部分も大変っちゃ大変なんだけど、何よりもまずショットが大変。どうしてもね、集中しなくちゃね、集中力切れるとあっという間に土石流のように崩壊しますよね。よし、そういう意味ではね、ちょっとね、黙ってしまう部分がたまーにあるかもしれません。よいしょい。よいしょい。チャレンジされましたね。俺も今、際どいなと思ったけど、あー、ギリギリ入ってますね。ほんとギリギリ。そう。結構ね、皆さんもチャレンジは使った方がいいですよ。意外とチャレンジね、本当にね、認められる時ありますから。そこら辺がいやらしいですよね。ゲームなのに、そのわざとね、ジャッジミスをするっていうあたりが。まあ、リアリティを出そうとしてるんだろうけど。あんまり前でプレイしたくないけど頑張って。あー、やっぱり持ってかれた。なんか俺サーブゲームダメですよね。そう、この前挙げたあの全豪オープンの時の試合でもそうでしたけど、基本的になんかサーブゲームを落としがちになるんですよね。いやいやいや、ここはキープしたい。キープしてブレイクで終わりたい。またタイブレイクっつったら笑っちゃいますよね。ほんとどれだけタイブレイク好きなんだっていう。なんだよそれ。いや本当にね、普通はミスショット相手がしたらね、狙い目だと思うんですけどね。はい、普通に落としました。あアンフォースドエラー15ですもん。15。あー、負ける負ける。もう試合が壊れるぐらいミスしてますもんね。もうちょっと上手くなんないとな、本当に。いやいやいや、今のスライス入るかい。結構ね、逆突かれるとね、取れないんですよね。
よし。瀬戸際、瀬戸際。首の皮一枚つながってる状態ですね。よし、なんとか追いついた。こい。これがダメなんだよな、ほんと。アンフォースエラー16。さっきと変わんないですね。さっきより多いですよ、ペース的には。よし、ほんとピンチを自分で演出してますよね。いいとこ決まった。まあそうなりますよね。よし。はあ、なんとかね、首の皮一枚つながりました。なんでそれ。もうタイブレークは嫌なんですよ、本当に。このドキドキ感が。いいとこ決まった。ヒヤヒヤ。ほんと。ほとんど赤でしたからね、今。アンフォースデラ18。ひどいな、このままで20いきますよ。アウト。やばい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 。難易度ワールドクラス大変だな、ほんと。いやいや、ほんとふざけんなよ。あ、ふざけんなって言っちゃダメですよね。はいはい、平常心平常心。よし。やらないとうまくならないですからね、とりあえず。おお、なんか今のは入っちゃった感がある。拍手がまばらでしたもんね。俺も唖然としちゃいましたから。いやー、ほんとね、あの球、あの処理をね、どうにかしないとダメですよね。タイミング狂いすぎ。ほんと、相手のミスショットに怯えるってどういうことだよって話ですよね。いや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 、厳しい。よし。あと1ポイントで終わる。いや、今のフォルトはないだろ、さすがに。どこ打っとんねんって話ですよ。よし、あと1ポイント。
はい。いや、最後アウトですか。ないわ、いろいろないわ。あー、アンフォースエラー23です。やっぱりね、自滅です、どう考えても。はい、じゃあ今回はね、以上になりたいと思います。あっさりと4回戦ですね。苦戦の末負けました。で、苦戦を演出したのも自分。はい、ミスをなくすように努力します。それではご視聴ありがとうございました。